皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。魔理沙、どうして小さな子供たちの行方不明者がこんなに多いのかしら？私はとても心が痛いわ。そうだな。2021年に警察に行方不明の届けが出された10歳以下の件数は1010件だから、ちょっとゾッとするな。多くの子供たちは、すぐに見つかるんだが、見つからずそのまま公開捜査になることがあるぜ。そうなると、事件に巻き込まれた可能性が高くなるかな。事故にあった可能性はないの？例えば、キャンプ場なら川に流されたりとか。もちろん10歳以下の子供たちだから、自然の中でなく街中でも交通事故などがあるだろう。でも大抵の場合は、警察に事故の連絡が入るからな。どうしても、手がかりが見つからない場合には、事件として公開捜査になるんだな。ねえ、魔理沙。意外な解決をした子供の行方不明事件はないの？あるぞ。同じ事件を起こさないためにも、聞いてほしいが。霊夢、聞いてくれるか？もちろんよ、よろしくお願いします。それじゃあ、悲しく痛ましい結末というタイトルでもつけよう。子供の失踪事件をご紹介していくぜ。霊夢は大分県日の出町2歳児失踪事件を知っているか？あまり記憶にないんだけど。どんな事件だったのかしら？それじゃあ、事件の概要から話していこうか。そうね。事件はいつ起きたんだったかしら？事件が起きたのは、2011年9月13日午後2時前のことだった。大分県日の出町のスーパーマルショク川崎店の駐車場で2歳の女の子が行方不明になった。女の子の名前は江本琴音ちゃんと言って、母親である江本優子さんと買い物に訪れていたぜ。2歳ぐらいだと自分で自由に歩いたり走ったりできるようになるから、自分で歩いてどこかに行ったのかしら？いや、違うんだ。琴音ちゃんはこの時チャイルドシートで座って寝ていたらしいんだ。きっとよく寝ていたんだろう。母親の優子さんは、少しの時間だからと、琴音ちゃんを車に寝かせたまま買い物に出たんだな。でも少し危ないわね。そうなんだが、実は琴音ちゃんは、足に障害を抱えていてな。一人では歩くことはできなかったそうなんだぜ。母親の優子さんは、スーパーで買い物を済ませて5分ほどで、琴音ちゃんが寝ている車に戻ったんだ。すると、車で寝ているはずの琴音ちゃんがいなくなっていた。琴音ちゃん一人で歩けないんでしょ？だったら誘拐しかないじゃないの？5分で車の鍵をピッキングするなんて、普通の人じゃないわ。そうだな。実を言うと車の鍵は、かけていなかったらしいんだ。そして母親は、スーパーの店員に琴音ちゃんを見なかったか聞いて回った。しかし、琴音ちゃんを目撃した人はいなくて、母親は警察に行方不明の通報したそうだぜ。鍵がかけられていなかったとしても、お母さんが車を離れた時間は5分の間に、連れられ去られるなんて、難しいんじゃないかしら？そうだな、コメントにもそう言っていた人はいるな。琴音ちゃんの乗っていた車は、ドアロックはされておらず、エアコンもかけっぱなしだったし、チャイルドシートのロックもしていなかったそうだ。スーパーには、防犯カメラはなかったのかしら？普通は、入り口とかそれこそ駐車場とかにあったんじゃないの？ああ。スーパーには、10台の防犯カメラがあって、琴音ちゃんの母親が店内で、買い物をしている。その風景が、そのカメラで確認されていたぜ。その間は時間にして約3分ほどで、買い物を済ませて車に戻るまでは、5分ほどだったと推測できるな。防犯カメラは、店内にしかつけていなかったの？駐車場にあったら、誘拐なら琴音ちゃんが連れ去られるところが映っていたんじゃない？残念ながら、防犯カメラは駐車場にはつけられていなかったんだ。だから、琴音ちゃんが連れ去られるところは映っていなかったぜ。目撃者もいなくて、防犯カメラで確認できなかった。手がかりも全くなく、身代金の要求もなかったため、警察も懸命に捜査に当たっていた。琴音ちゃんのご両親も、心配していたでしょうね。それを考えるだけでも胸が痛いわ。そうだな、私もだ。まだ2歳の女の子で、その上、障害を抱えているとなったら、心配しないはずがない。捜査はどうなったの？琴音ちゃんは見つかったのよね？年が明けて、5ヶ月ほど経った2012年2月のことだ。琴音ちゃんの母親江本優子が夫の付き添いのもとで、警察に出頭してきたぜ。ええ？何それ？どうなっているの？江本優子は、食欲がなく、夜も眠ることができていなかったらしい。妻の異変に気がついた夫が、妻を問いただした。そこで、本当は行方不明になったのではなく、自分が琴音ちゃんの体を、近所の雑木林に捨てたことを夫に話した。それじゃあ、母親が自分の子供を手にかけたってこと？いや。警察で事情聴取を受けたが、江本優子は子供の体を、
近所の雑木林に捨てたと話したが、琴音ちゃんを手にかけたとは話していなかった。警察が自宅から2キロほど離れた雑木林を捜索した結果、江本優子の話の通りに小さな人の骨が見つかった。琴音ちゃんの体は洋服を脱がされてタオルケットがかけられ、顔にはハンカチがかけられていたそうだ。見つかった骨は DNA 鑑定が行われた。そして琴音ちゃんであることがわかったんだ。そうなのね。残念だけど、見つかってよかったわ。でも、琴音ちゃんを手にかけたのが母親じゃないとしたら、一体誰なの？それが問題だよな。私は、江本優子が嘘をついていたんじゃないかって思ったんだ。しかしこのことは、本当に悲劇と言っていい悲しい事柄だった。なんだか怖いけど、心の準備はできてるわ。大丈夫よ。江本優子が、取り調べで話したことはこんな話だった。琴音ちゃんが行方不明になったことを、警察に届けた日の前日、12日の夜のことだ。この日小学1年生の長男と琴音ちゃんを、自宅の2階で寝かしつけた。そして自分は、1階で寝ていたらしい。そして次の日の朝、琴音ちゃんが起きてこないので、2階に様子を見に行ったところ、息をしていなかったということだった。一緒に寝なかったのね。旦那さんは、どうしたのかしら？家にいなかったの？江本優子の夫は、フェリー会社の社員でシフトに入ったら1週間から10日ほど家を留守にしていたらしいぜ。この日はちょうど、夫は不在だったんだな。小学1年生の長男と2歳の障害を持つ長女か。二人とも手がかかるわよね。実は長男も ADHD のような、障害があったそうなんだ。学校には、江本優子が車で送り迎えをしていたらしい。二人の子供が障害を持っていて、夫は仕事で不在。最近よく聞く、ワンオペっていうのかしら？うん、そうだな。そして実は江本優子は、後でこんなことを供述していた。妹がうるさかったから、毛布をかけた。と長男は言っていたそうだ。ん？何？それってまさか、もう体がないから、なんとも言えないがな。これがさっき、初めに言った悲しく痛ましい結末という意味だ。長男をかばってのこと、かもしれないな。なんだ、霊夢、泣いているのか？だって、やりきれないわ。もし、育児を手伝ってくれる人がいたら、せめて、同じ立場で話を聞いてくれる人がいたら、こんなことには、ならなかったかもしれないじゃない？そうだな。子供たちの障害の度合いは、そんなに深刻になることもなかったという話もあるぜ。長男の障害は徐々に良くなると言われていた。琴ちゃんも筋肉がつけば歩けるようになると医者からは言われていたそうだ。そうだとしても、母親としては、特に頼りにしている旦那さんはいつもいなくて話も聞いてもらえない。そうしたら、私もおかしくなっちゃうかもしれないわ。霊夢の言うことは、あるかもしれないな。実際に、江本家から1時間ぐらいのところに義実家があった。実家の義母のところによく電話をして、育児の上での不安を話していたらしい。もしかしたら、ノイローゼのようになっていたのかもしれないよな。ノイローゼ？これは私の考えだが、分かってほしい人に、分かってもらえない、そんな風に思っていたんじゃないかな。江本優子の実の母親は、育児や母親が感じる孤独などは他の母親と同じくらいだろうと言っていたらしいぜ。きっと実家に電話をして、自分の母親に話をしても他の母親も同じだ。と言われて相手にしてもらえなかったとか、あったかもしれないな。そっか。追い詰められていたかもしれないわね。だから、自宅で琴音ちゃんの異常に気がついた時に、今回のような行動に出てしまったんだろう。裁判での彼女はどうだったのかしら？それじゃあ少し、裁判の中での江本優子の姿を話していこうか。2012年5月29日、大分地裁において判決が言い渡されているぞ。判決は、懲役2年執行猶予3年だった。刑務所には入らないと、いうことかしら？ああ。琴音ちゃんの体を遺棄したことだけ罪に問われるということになったんだ。おそらく、琴音ちゃんを手にかけたのではないか？という話になったのでは？と思うが、しかし、琴音ちゃんの体からは、なぜ命を落としたのか、もうわからない。本人の態度から、そういうことに落ち着いたんだろう。裁判中、彼女はどんな話をしていたの？江本優子は琴音ちゃんに、あんな寂しい場所に置き去りにしてひどいことをした。と話し、夫や親族には社会的信用を失わせ、生活しづらい状態にしたと詫びていた。また、近隣の住民と警察の方々に迷惑をかけてしまったと涙を流しながら話したそうだぜ。そうか。やっぱり、ストレスでおかしくなっていたのかしら？精神鑑定とかは、されなかったの？鑑定をしたという情報はなかったな。
でも、江本優子の実の父親も出廷して大切な娘を最後まで面倒を見る、と言ってくれたらしいから、大丈夫だろうと思うぞ。そうね、きっとこういう時は、それが一番必要だと思うわ。裁判長からは二度とこんなことは起きないと信じますと言われていた。私は、裁判中の彼女の言葉や態度から、信じていいと感じるわ。生活を邪魔したらいけないと思うけど、彼女は今どうしているのかしら？少しは、幸せに暮らしているの？執行猶予の3年も、もう過ぎていて普通の生活に戻っているはずだ。琴音ちゃんがなぜ、こんなことになってしまったのか、永遠にわからないけれど、それでいいかもしれないな。そうね。もう、罪は償っているし、前を向いて歩んでほしいわ。江本優子さんは、この判決が降りた後で、夫と離婚しているぜ。え、そうなの？ああ、仕方ないかもしれないな。夫は社会でも、後ろ指を刺されるだろうしな。でも、今回のワンオペの悲劇は、気がついてあげられなかった。周囲の責任もあると思うけど。ワンオペの悲劇って。まあ、確かに私も思うぜ。私は、夫に妻に寄り添ってあげて欲しかったわ。そうだな。私もそう思ったぜ。私は、辛い時に寄り添ってくれる人と一緒になって、支え合って生きていきたいわね。それが理想だよな。それじゃあ、今回の解説はここまでだぜ。動画の感想やあなたの考え方を、コメントで教えてね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。唐突だけど霊夢は非常ベルが鳴ったら何をする？それはまず避難するわ。自分の命は自分で守らなきゃ。じゃあ実際にやってみるぞ。火事です、火事です。お客様はすぐに屋外に避難してください。今のは訓練です。訓練です。避難しなくても大丈夫なのでお客様は安心してください。ちょっと待ってマリサ。何遊んでいるんだよ。本当の火災をイメージしながらしないと意味ないわよ。いやこれは実際にあったことなんだぜ。え、どういうこと？つまり本当に火災が発生し非常ベルが鳴ったのにもかかわらず、従業員が間違えて今のは訓練ですと放送で伝えてしまったんだ。そしてその結果、昼に火災が発生したというのに、45人の犠牲者を出したんだぜ。その名も川路プリンスホテル火災だぜ。この川路プリンスホテル火災とは、1980年11月20日15時15分に、栃木県塩谷郡藤原町現在は合併して日光市川路の川路温泉にあった宿泊施設。川路プリンスホテルが縁で起きた火災事故なんだ。そしてさっき言った通りこの火災で死者45名、負傷者22名の被害を出したんだぜ。さらにこの川路プリンスホテル火災は、これまで解説した千日デパート火災、太陽デパート火災に次いで3番目の火災事故なんだ。とてつもなく大きな火災だったんだ。ちなみにこのプリンスホテルって西武グループのプリンスホテル？この川路プリンスホテルが縁は、霊夢が言った西武グループのプリンスホテルとは全然関係がないんだ。この川路プリンスホテルが縁は個人経営のホテルなんだぜ。なるほど。個人経営でここまでの規模のホテルを所有するってすごいわ。でも火災発生時に訓練ですって、そんな間違えするの？それがしたんだぜ。実際に。それじゃ解説の方よろしく頼むわ。それじゃ火災の経緯から解説するぜ。1980年11月20日の15時15分頃、ホテルの浴場棟より出火したのが始まりなんだ。出火原因は女子浴場と大浴場にあった露天風呂の解体工事の際に、転落防止用の鉄柵を切るガスバーナーを使用していた時に、何かの拍子で火花が浴場棟の隙間に入り込み、その結果何かしらの可燃物に燃え移って出火したんだ。霊夢可燃物に燃え移ったらどうなる？どうなるって言われても燃え広がる。そうだな。その結果すぐに炎が拡大してしまって婦人用浴場の屋根裏まで広がったんだ。可燃物はすぐに燃え広がるから危険だわ。この時宿泊客は何人いらしたの？この日の宿泊客は東京杉並区から紅葉見物に来た老人クラブだったんだ。宿泊客自体は112名だったんだが、その大半はこの老人クラブだったんだぜ。老人クラブって高齢者の団体だよね？ああ、そんな感じだぜ。なんでよりによって高齢者なんだ。これは早く避難しないと大変なことになるわ。しかし火災が発生した時は最悪なことに、一組はホテルに到着したばかりで、もう一組は4階客室に滞在中だったんだぜ。ホテルに到着した1組は助かる確率が高いけど、4階の客室に滞在中の1組は早く避難しないと助からないわね。火災が発生していることはまだ誰も気づいていないの？
それが老人クラブの客を乗せてきた観光バスの運転手が、2階廊下に出た時に異臭と煙に気がつき火災を発見したんだぜ。そして運転手はすぐにフロント係の従業員に知らせ、フロント係がすぐに119番通報したんだぜ。この時の時刻は何時なの？15時34分だぜ。つまり火災が発生したのが15時15分だから、通報までに20分もかかっているってことになるわね。最悪なことにならなければいいけど。それが霊夢の思いとは裏腹に、消防隊が駆けつけるまで炎はどんどん勢いを増し、浴場付近は煙と炎に包まれてしまったんだ。そんな、どうにかしないと。そのためホテル従業員はすぐにバケツで水をかけたり、消火器で消火を試みたんだが効果はなかったんだ。さらに屋内消火栓設備も使用できない状態だったんだぜ。非常ベルの件なんだけど結局どういう意味なの？未だに全然理解できないんだけど。普通に火災報知器は鳴ったんだが、それを従業員が誤認して訓練と言ってしまったんだ。そこが意味わからない。なんで誤認するの？それが火災が発生したその日は、非常ベルの増設工事をしていた日でもあり、ちょうど1時間ほど前に非常ベルの点検作業をしていたんだ。あ、理解できたかも。つまり従業員はこの非常ベルを増設工事の点検作業と思ってしまったんだね。ああ、そういうことだ。そして15時12分に非常ベルが鳴ったんだが、さっき言った通り、従業員がこれを点検作業と誤認してしまい、館内放送でただいまのは訓練です。落ち着いてください。大丈夫です。と館内放送してしまったんだ。もしこのベルが誤認じゃなかったら多くの命が助かったかもしれないのに。そうだな。これが一番結果的に被害を大きくした原因とも言われているぜ。そして火災発生後に発覚したことなんだけど、この川路プリンスホテルが園は、防火管理者を選任しておらず消防計画を作成していなかったんだ。霊夢は防火管理者の意味はわかるか？防火管理者？防火管理者とは飲食店に限らず不特定多数の人が集まる各種施設などで選任が義務付けられていて、火事を未然に防ぐための管理をする人のことを言うんだぜ。しかしこの防火管理者がいないということは結果的に消防計画も作成していないということになる。大型ホテルならしっかりしてほしいわね。またこの他にも火災の前年度に実施された消防査察では、消火栓、誘導灯など8項目にわたる消防用設備及び防火体制の不備が指摘されていたんだが、改善してなかったんだぜ。それじゃこの火災は起こるべくして起こったとも言えることができるわね。そういうことになるな。そして防火管理者がいないということは避難訓練を行っていない。この影響で宿泊客の避難誘導、通報が大幅に遅れ被害が拡大してしまったんだ。さらには旧館と新館の間に防火戸もなかった影響で、短時間で出火元から全館にわたり火災が広がってしまったんだぜ。そして全館にわたり炎が広がっていたため、消防隊員42名と地元消防団385名が消火に駆けつけたんだが、その時には炎の勢いが増していて、取り残されている宿泊客の救助に行けなかったんだ。さらには火災の時に近くの川から水を引き、消火用水にしようとしていたんだが川路ダムがまだ放水していなく水が少なくなっていたんだ。じゃあ水が足りないじゃん。ああ、そのため消火活動が大幅に遅れてしまい、本館及び新館合わせて約3582平方メートルを全焼し、死者45名、重軽傷者22名を出す大惨事となったんだ。鎮火したのは同日の18時45分だぜ。ちなみに死者の大半は逃げ遅れた高齢者で、さらには建物が増築に次ぐ増築で迷路のように複雑だったことも原因とも考えられているんだぜ。大型のホテルだったらもっと経営管理をしっかりしてほしいけどね。個人経営ならなおさらだよ。何か個人経営に関する情報はないの？じゃあ今からこの川路プリンスホテルの経営管理を見ていくとするぜ。この川路プリンスホテルは栃木県川路温泉に従来からあった金龍閣ホテルを、栃木県内で観光業や流通業を営む那須観光事業者グループと称する企業体が1971年に買収し、1972年4月に有限会社川路プリンスホテルを設立した後、同年川路プリンスホテルと改称し経営していたんだ。この金龍閣ホテルを買収した企業体の代表取締役と取締役専務は夫婦で、役員はこの2名だけだったんだ。2名だけなんだ。また買収後の川路プリンスホテルは、同企業体が経営する10の事業体のうちの5つに取り込まれることになったんだ。2人で10もの事業はなかなかすごいわね。そしてこの川路プリンスホテルの社長には同企業体の夫が就任し、取締役専務には妻が就任したんだ。しかしこの時社長は企業全体も統括していたために、実質的なホテルの経営は専務である妻が務めていたんだぜ。10もあるからそうなるわね。自然に。
そして社長は、金融閣ホテル買収当初は積極的にホテルの経営に携わっていたんだが、1978年頃、川地プリンスホテルの大規模な建て替えを計画した際に、巨額な投資に見合った経営効果が得られるどうかに不安に感じたことから大手旅行会社に調査を依頼したんだ。その結果はどうだったの？それが残念なことに調査した結果、ホテルの経営は先行きの見通しが暗いという結論が出されてしまったんだ。また川地温泉が国立公園内にあり、建築規制を受け計画通りの建物を建てられない事情もあったことから、社長はホテル経営の意欲が薄れ始めたんだ。こうなることは分かっていたような。その結果1979年頃には川地プリンスホテルの専務である妻が、夫の社長からホテルの経営全般を任されるようになり、増改築などに対する設備や経営拡大について積極的に取り組むようになっていたんだ。この時夫は何をしていたの？夫はホテルの従業員の人事や営業面について専務やホテル支配人に指示を出すだけになっていたんだぜ。またこの時に増改築をしており、このタイミングで火災が発生したってわけになるぜ。やはり経営管理を聞く限り、安全管理もずさんだったんだね。ああ、そういうことだ。そして火災後はホテルの実質的な経営者であり専務であった実の経営者の妻が、宿泊収容人数およそ250人、従業員数およそ30人と多くの命を預かる施設の責任者でありながら、義務付けられている防災設備や避難誘導訓練を怠ったとして、執行猶予なしの禁錮2年6ヶ月、実の経営者には禁錮2年6ヶ月、執行猶予3年が言い渡されたんだ。そして溶断作業を行った工事の作業員には禁錮1年、執行猶予3年が言い渡された。この火災は起こるべくして起こった火災だね。ホテルニュージャパン火災と似ている気がするわ。この火災を通じて何か対策は生まれたの？それが川地火災の翌年の1981年に、敵マーク制度が制定されたんだ。この敵マーク制度とは宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造に関する基準に適合していると認められた建物に対し、この敵マークを交付するんだぜ。それじゃ宿泊施設にこのマークがあれば安心できるわね。そういうことになるな。また3年間継続して基準を満たしていると金色の敵マークは交付されるんだぜ。この制度が防災意識を高めるきっかけになりそうでよかったよ。そうだな。しかしこのマークがあるからといって100安全とは言い切れないから、自分の命は自分で守ることが大事だぜ。そうだね。これからは意識するよ。それじゃ今日はここで終わるぜ。被害者の方のご冥福を心よりお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。